れはと思ってます。あ、こんにちは。お願いします。あ、ここにあるんだ。ちょうどあれだったよね。わたわた人とこやったり。さてと、乳がん液も、あ、そっか、動画で来てるのはちょうどあれなんですね。ペンキの塗り替えとかを。やっとるみたいで、わたわたしてましたけど、そう、前もちょっとここは見てきましたよね。何の時だっけ。あとあれで来てるわ。あれってここに来てる動画あったっけ。なんか記念切符なんだったっけ。あれなんだったっけ。令和5年5月5日だったか。令和3年だ、令和3年3月3日のなんか、だったかの。切符を返しました。いや、寒かったから、いつだって、2月22日だっけ。うん。なんか、記念切符を買いに来ました。まあ、家に帰ったら記念切符があるんで、それ見たらわかりますけど。あれの時、実は乳がん液で買ってたんですけど、あの時の映像って、ここに来たのって、動画回してたんだったっけな、ちょっと覚えてねえや。さあ、ってことでね、乳がん液まで来ましたけど、さあ、こっからなんですよね。ちょっとね、あ、ちなみにまあ、ちらっとしか、工事中だったんでね、ちらっとしか映ってませんでしたけど、あそこですね。ここも駅舎の、改札の外側ですね。三岐鉄道は全部外側なのかな。まあ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 。ちなみにここも全部無料駐車場なんでね。パーク&ライドは本当に、三岐鉄道はマジで、パーク&ライドがしやすいから。運賃がね、ちょっと、空間あたりの料金が、そこまで安くはないんでね。敬遠されがちですけど、実はこんだけ広々とした無料駐車場をね持ってくれてるんで、ですからね、普通にパーカーのライドで400円とかね払うんだったらね、全然ありなんですよね。と思いますね。まあ、ってことでね、あっちの方歩いていこうかなと思ったけど、なんか変な気の音しますね。そう、ちょっとね、こっからね、大田駅まで歩いてみようかなと。というのもですね、こっから大田駅、実は、そこまで遠くない。いい音だ。ちなみに駅前はあれですね。普通に小学校なんで、小学生がわーわー遊んでたんで、カメラ、今、取り控えましたけど。あ、ここから行くな。小学校で行っててもいいみたいですけど、まあね。こっちから行ってもそんな変わらなさそうなんで、ね。どっちかで行こうかな。まあ大体ね、2キロ強あるところなんで、ちょっとね、距離はありますけど、でも乳川から多分、伊勢八田から、揚げ木とそんなに変わらないでしょう。ということでね、じゃあ一発歩いてみようかと。いう算段でございますね。ただね、これやってもね、奥まで行っていても、あんまりね、実は変わらなくてね、トンネル書いてね、テント。問題はその2手先なんですよ。ここから大田に行く。で、大田から、
大田から、あそこね、ソハラに行くまではいいんですわ、それで。問題はね、ソハラからの折り返しの、上げ行きですよね。これがね、実はソハラ駅って交換駅なんで、列車交換駅なんで、行き違いをするんですよね。つまり同時発車なんですよ。なので、いいですよ。でもあそこ、しばしくホームじゃないから無理か。そう、降りたらもう行き違いの列車が、ね、出発していくっていう、状況なので、なのでね、正直そういうところなので、結局折り返しでね、行くと待ち時間がね、40分からね、10分、20分とか20分、10分で、ね、短縮できるよっていう効率化が一切効かなくて、ですから遠いの方から乗ってきて、手降りてまた電車待ちするのと時間が一緒なんですよね。どっちの電車も同刻についちゃうんで。まあそうですよね。降りてすぐに反対側の列車に乗るなんてことは想定しないわけですから。